はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカ、シャドウ・オブ・チェルノブイリ。続きやっていきます。前回は、現在地、レッド・フォーレストのこの手前あたりで、フリーダムの部隊の人たちと、協力というか、むしろ、フリーダムの人たちを守りながら戦うことを強いられて、でここまで来たわけなんだけど、目的ね、現在の目的はアンテナってところ、めっちゃシンプルだけどアンテナへ到着して、ブレインスコーチャーってのをシャットダウンするわけなんだけど、銃声がしてる。そしてこの生首だらけのところ、フォールアウトより首多くない？ちょっと待って、あれは今のは誰だ？ん？ゾンビではないよな。やっちゃうか。ほい、一人？一人じゃないもんな。痛い。ちょっと待って、放射能がすごくない？そうだ、ここ放射能がすごい地帯って言ってたような、言ってなかったような。でもこの装備は耐性が強いはずなんだけど、まあやばくなったらウォッカを飲めばいいでしょう。かわされた。せい。モノリスって部隊か。モノリスは確かパーソナルデータ見たら最初から敵対関係にあるっていう部隊だったはず。ちょっとやたら汚染されてないこの辺。モノリス。みんなモノリスか。手榴弾持ってるね。ZM ウェポン。よくわかんない。ヘリ飛んでるよね。なんもない。うわ。誰か死んでる。おっと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 。どう迂回すればこっち回る。おっと、あんなとこに。どうする。でもいや、こっちから行くか。どこ？あれか。おお。で、ゾンビっぽい声。あ、待って、なんか強そうな敵だ。この辺、あの割すごいんだろうな。こんな重装備なのに、今の動きはゾンビ兵士の動き方だったけど、スパスタ。あ、ゾンビ化してる。こんないい装備なのに。ちょっと待てよ、この人たちの装備はもういっか。ここはなんだ。この辺どこもかしこも汚染されてる。目的地的には、あ、こっちからこう行く感じか。
おお。で、撃たれてる。いた。オッケー。ガイガメーターはめっちゃ鳴ってるけど。あー、やばい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 。ここはやばかった。じゃあそこの 上にいるのもゾンビ兵でしょう。もう一人敵おった。れはゾンビっぽくないんだよな。なんでゾンビ兵に普通の兵士も混ざってるのか。で、この辺ちょっと待って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 。ひどい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 。え、嘘嘘嘘嘘嘘。強すぎない？放射能。ウォッカはなるべく避けたいんだよな。実はプレイするの結構久々で、どれがどれだったか忘れた。OK。あ、なんかいいもの使っちゃったかも。どうする？じゃあここどうやって。いやいや、無理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 。で、この車か。ダッシュダッシュダッシュ。あらー、すいません。この辺は大丈夫か。アノマリすげえな。あんまりね、放射能全回復できるアイテムもあるんだけど、数は少ないから自然の力で治して応急薬使おう。放射能が自然の力で治んのかって。なんざ。あれ？あんなとこに。お、9。あ、またいた。お、これ壊れる。こいつ、いやいやいや、兵士全員放射能強いとこにいるけど。ああ、これもダメだ。車両とかオブジェクト大半汚染されてる。走り抜けるよ。待って、そりゃないだろ。一人相手にランチャーぶっ放してくるとか。いる？あ、なんかいそうだわ。いるね。あれか。こっち側にもいる。武器変えるか。違う違う違う。敵多いな。いいね。モノリス全員モノリス。ん？これゾンビじゃないの？よく見たら人間の顔じゃなさそうだけど。現在地。あ、もうここずっと横抜ければアンテナ。放射能強ない？こいつこいつランチャーも、まあランチャー持ってるからいらないや。おおっと、そんなところで何をしてんのか。
強い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 。コンクリそれたらもう一気に汚染されてんな。このまんままっすぐと画面にノイズが走ってるよ。いや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 、大丈夫かこれ。どうすればいい。行くっきゃないよな。誰か倒れてる。ボルトじゃない、敵だ。あ、そうだ、物陰にしようと思ってもこれはダメなんだ。手榴弾でも食らえ。あ、全然飛んでねえ。距離が分かんないからいいだけ数使っちゃうっていうね。モノリス、もうちょいか。あの山を越えた先、敵だよな。気味すぎるんだけど、モノリス。ん？あそこ。確かね、任務にも放射から身を守れるもの持ってるって書いてあるんだから、それはアンテナ周辺だけでなくアンテナまで向かう道も。なんで後ろから放射能がすごいということでしたが、あ、モノリス満載。いやー、これ兵器から何から全部汚染されてるし、モノリスももうほとんどゾンビ集団じゃん。無視しよう。さて、越えるぞこの先。あ、敵いる。冴えてんな、エイムが。ドラム缶撃てばよかったんだろうけど。お、ちょ、おい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 。敵が転がしてくるなんてことがあったか。まだいる？オッケー。汚染が強いよ。まだ先、ん？起き上がった。でもゾンビってわけじゃないんだもんな。あ、あれがアンテナ？え？え？え？待て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 。何それ何それ。何今の？あのマリーではないよな。ちょっとその戦法好きだな。爆発音がしないけど。うわって、この嫌な音。ああ、これでしょ。何なんだこれ。オッケー。まだいる。いや、音が怖えよ。
おお。こっち持っとくか。おお、いたいたいた。じわじわとこの近づいてくる。え？どこ？いた。どこ？画面のノイズがすごくてね、敵が見えないんだよ。あれか。こっちもか。さあ、アンテナには来たぞ。え、こいつなんなん？でもなんかどっかで見たことあるモンスターだぞ、これ。うわ、なに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 ？オレンジ。入り口を探そう。こう。いっぱい、うわわわ、たくさんいる。入り口探そう、入り口。あ、これ。これ、あ、でも放射能がすごいんだよな、こういうの。ぐるーっと回って入り口が。どっかないか。あった。のんきなモノリスもいるわけだけど。モンスターの幽霊みたいなもん襲いかかってくるし。あ、敵おる。武器変えて。あー、忙しい。ダメージはそんなにないんだけどね。よし、制御場所への入り口を探せ。こう、いやー、何なんだここ。シャットダウンすれば収まる。あそこにもいる。どいた。当たんないんだよな。おお、いや、多い多い。勝たない、あの敵。こっちだ。よし、ああ、後ろ。こういう敵はどっから現れるんだ。うわ、近い。あ、でもなんだろう、このモンスター近づいても特に何も起きないけど、不気味だから倒す。アンテナ自体はそこにあるんだけど、入り口はこっちなのか。セーブ。わあ、怖え。うわわわ、敵いるし。あ、これ今までの戦闘であんまり気づかなかったけど、攻撃する部位で武装解除してるんだ。いてて、うん。おお、怖え。いきなりブワッとか出てこねえよな。死んでる？あ、移動か。今どこにいるんだ。うわー、ネズミ。なんか音が途切れ途切れなんだけど。
わかんない。何も見えないな。この立ち回りは全然警戒していない感じだけど、そんなことやってたらね、突然来るんだよ。あのドラム缶すげえ気になる。撃っとこう。暗証番号と書いてあるがすでに開いてると。両側に暗証番号。こういうのさ、危ないからさ、撃っときたいんだよね。ちょっと近かった。当選か。これは降りない方がいいやつだ。敵はいないのかな。嫌な鳴き声がした。でも目的地には近いはず。ああ、オートセーブで強めな武器を。いるよな、あそこに。速くない？速くない？ちょっとこのさ、このスコープ取って、鳥肌立ったわ。わわわわ。倒した。敵対、いや、そりゃわかる。ブラッドサッカー。こういうところ、高額照準外していかないとな。待って、ここで切れるのか？違うな、これ。上か下だ。ちょっとお食事しとこう。日清カップヌードル。ブラッドサッカーまだ出てきそうだな。これ迷いそう。こっちかな。ああ、階段ね。暗証番号と扉。ってことは、そうなるよな。暗証番号探しだ。こっちはなんだ？なんでもない。いや、怖え。普通に怖え。で、装備変えるか。なんだ？うわ。普通におった。
こいつもブラッドサッカーでしょ。さっきのブラッドサッカーなんであんなすばしっこかったんだ。おお、汚染が。だんだん目的地から遠ざかってるような。おお、これビビった。下手なホラゲーより怖いわ。あ、近づいてる。こうでしょ？上行くか。あれでもさっきの扉、暗証番号があればそれはそれで開いたのか。なんもないや。開いて。まだいそうだわ。いない。あ、近い近い。あれだろ。よし、ここまで来たらもう切るだけだ。切るだけであってほしい。よしよしよし。骨骨がいる。あ、反対側か。こっちも骨骨がいる。あ、やっぱこっちか。こっちだった。お、振ったよ。グラグラしてる。あら、твоя цель здесь. Иди ко мне. Э, Данте? А. Подожди, иди ко мне это, как я люблю слышать слова, но. Это как обычный солдат сам на голос したわけだけど、今。ここから出ないと。これ開けたいけどさ、あら、あい、あ、いや、開いてないよ。え？いや、開いてないって。で、今のムービーは、最初に自分を助けてくれた、ああ、人だったけど、ただあの人は別に、あの人がストロックではないもんな、おそらくは。あれ、これはまともなモノリスや。モノリスはまともなのか、まず。顔は相変わらずゾンビっぽいけど。角待ちは良くないぞ。ニコの振って武器持ってんだ。ね、化け物じゃなくても普通の人ならもう大歓迎だわ。とっとと脱出。
うわ、まだおる。ずいぶん重装備だな。望みを叶えるもの。モノリスの声を聞いた。ランクエキスパート、あんまりダメージ食らってないけどな。え、でも待って、モノリスってこのグループ名のことじゃないのか。あ、目的地チェルノブイリ原発だ。いやいや、まだいるんか、モノリス。そんなとこに。じゃあこっちにもってわけではない。え、どんなに頑張ってもね、先打ちされちゃうんだよね、敵に。何の音、あれどっから来たっけな、これ。こっちか。あ、あかんあかんあかん、それはあかん。OK。ダメでしょ、ドラム缶の近くで発砲しちゃ。ちょ、出口探そう。こっちだ。まだいるの、モノリス。ちょ。近い。応戦がすごい。なんかこの辺暗証番号を知ってれば開きそうなドアばっかりだな。知る由もないんだけど。おっと、さあ、いつもの感じであればダンジョン出口に来ると何かしら変なモンスター出るのがお約束なんだけど、今回はいない。道中にいくらでも出たけど。大丈夫だね。よし、脱出。これはあかんな。シャットダウンできたけど敵がいる模様。ちょっと後ろに下がって、じゃあ今回ここまでにしよう。こっからなんとか脱出して、そうだ、日誌をつけてるんだ。スコーチャーの終わり。これはなんか前見た夢とほとんど同じだけども。ドンパチやってんな。とりあえず次回はモノリスの元へ行って全ての謎の答えを知る、望みを叶えるものやってこう。これはいつになるかな、こっちは。てか、これなんだ、これ。これいつんだっけ。まあいいや。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。